はい、皆さんこんにちは、フォーザードチャンネルです。今回は僕、埼玉クエスト主任の山崎航がオリンピック金メダリストを育てるコーチの監修のもと、バックサイド360の解説したいと思います。オリンピックで活躍した大塚健選手、鬼塚雅選手、岩渕麗楽選手、金メダル銀メダル取ったシャオミン選手を育てている佐藤康弘コーチの考えたメソッドになります。今回のハウツーなんですけど、バックサイド360のやり方を細かく説明していけたらなと思いますので、どうか最後まで見てください。じゃあまずバックサイド360のお手本を取ったので、そちらをご覧ください。まずバックサイド360をやる上で重要なのがアプローチになってくるんですけど、そこのアプローチの取り方、まずレギュラーの方だったら2エッジ側に、右側に軽く膨らんでもらって、そこからヒール2ってラインを取って、このアプローチを取る理由なんですけど、バックサイドの踏み切り方はつま先で踏み切る技になるんで、最後は2エッジで踏み切る。でその時に腕をスイングをバックサイド側にスイングするんですけど、その時に踏み切りやすいというか踏み込みやすいっていうのが 2H になるので、まずライン取りは2ヒール2のラインを取ってください。そしたら腕の振り方なんですけど、バックサイドは時計回り、レギュラーの方だったら時計回りに回るので、 2H に乗った時、最後の 2H ですね、リップ登ってる時に 2H 乗った時にテイクバック、上半身をリップの方に向けてください。リップに向ける、まずテイクバックを 2H の時に取ってほしいんですけど、 2H に乗りながら体を正面に向けて、特に右腕が前にこう来ない人が多いんで、しっかりテイクバックを持ってくる。でそこからそんなに力は必要ないので、そのテイクバックを取ってる姿勢を元に戻すような感覚ですね。体がねじれてるのを元に戻すぐらいの力でいいんで、スイングするっていう感覚だとちょっと力んでしまったりとか、強く振りすぎてしまったりとかっていう原因になるんで、優しく開いたのを戻すぐらいの感覚で大丈夫です。で特に右腕が結構回転に重要になってくるんで、右腕を前に持ってきて戻す、このスイングですね。このスイングをちょっと意識してみてください。空中にこれで飛び出たら、ストレートジャンプのハウツーをフォーザーズチャンネルで過去にやってると思うんですけど、それの時の感覚と同じように両足を引き上げて上半身をかぶせるっていう動きが必要になってきます。今回お手本ではメドルグラブをやってるんですけど、この時にグラブを取りに行かないように気をつけてください。足を引き上げられなくて上半身だけで取りに行ってしまうと、そこで頭が落ちて軸がずれてしまう原因になるので、足をしっかり引き上げるっていうことを意識してください。その時に目線も重要で、バックサイド3をやりたい人っていうのは、だいたい B 版バックサイド180ができている人だと思うので、バックサイド180の目線の送り方が定着しちゃう と B3 はなかなか回れないので、まず B 版ができるようになったら B3 は目線を送り続けるっていうことを意識してください。着地が確認できるタイミングっていうのがエアのピークになってくると思います。エアーのピークでだいたい多分回転数でいうと90度ぐらい回ってると思うんで、90度回ってる時にリップ側を見てると回転止まってしまうので、回転方向にひたすら目線を送り続ける。
ただこの時に 目線だけじゃなくて、しっかり体ごと目線をこうランディング側ですね、ランディング側に送り続けるように意識してください。着地が見えてきたら、そこからグラブを離していいので、グラブを離して目線は正面で止めてください。これで目線を送り続けて、さらに送り続けてしまうと B5 の方につながっていってしまうので、回転数的には中途半端な、よく言う4-5落ちというか、回りすぎてヒールエッジの逆エッジっていうのがあり得てしまうので、目線はしっかり前で止める。前で止めて引いてるやつを元に戻す。引いて前が見えたら戻しながら板を残り90度返すっていう感じですね。すると着地にビタッと回転数合ってくるんで、着地がしやすくなります。以上が B3 の大まかなやり方になると思います。はい、いかがだったでしょうか。今回まあバックサイド360の解説だったと思うんですけど、何か疑問点があったらコメント欄にコメントお願いします。この動画が良かったらいいねボタン押してもらって、チャンネル登録がまだな人はチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。